都議会では都議14人が質疑する一般質問が行われ、都に集められた尖閣諸島の寄付金の問題や液状化など防災対策について質問が出ました。都庁記者室からお伝えします。風戸さん。はい、お伝えします。今日も尖閣諸島についての質問が出ました。民主党の西澤啓太都議は寄付金の問題に触れ、寄付金を返してほしいという声がどれだけあったのか都に正しました。国有化以降、寄付金に関する問い合わせが寄せられたと思いますが、東京都が買わなくなったのだから寄付金を返還してもらいたいという声がどれだけあったのかお伺いをいたします。問い合わせの件数は、尖閣諸島が国の所有となりました9月11日から昨日までの約2週間で586件ございました。このうち東京都が購入しないのなら寄付金を返還してほしいという意見は109件でありまして、これらの意見は日を追って大幅に減少しているという状況でございます。都はこのように述べ、石垣市と連携して島の有効活用を国に強く求めると述べました。一方、自民党の宇田川聡都議は液状化対策の進展状況について質問し、都は今年度末までに液状化の具体的な対策を取りまとめる方針を明らかにしました。東京都建築物液状化対策検討委員会では本年5月に中間のまとめを発表し、その後も検討を続けているとは聞いておりますが、一刻も早く対策を明らかにして住民の不安を払拭しなければなりません。このため都は地盤調査データに加え、新たに過去の地形図についても情報提供を行いますため、国土地理院と協議を始めたところでございます。引き続き検討委員会における審議と並行して、今年度末までに具体的な対策を取りまとめ、都民が安心して液状化に備えていけるよう取り組んでまいります。また公明党の遠藤守都議からは、今年東村山市の小平霊園に新しくできた樹木の下に埋葬する樹林墓地について質問があり、都は他の都立霊園に樹林墓地を拡大することを検討すると明言しました。最後に民主党の西岡慎一郎都議からは、脱法ドラッグが流通する中での薬物乱用防止教育について質問があり、都は小中学校での実施率はおよそ 95% で、4年前に比べて30ポイント上昇したと教育を強化していることを明らかにしました。以上、都庁からお伝えしました。